ジュゼッペ・バレンティーニ、ジュゼッペ・バレンティーニは、フィレンツェに生まれ、ローマで亡くなった、イタリアのバロック音楽のバイオリニスト、作曲家、また、詩人、画家。1692年にはすでにローマで、ロレンツオ・コロッナに仕え、1694年にはわずか13歳に、して、セイチェチーリア音楽家修道会のセグラテリオとなる。 1701年、最初の作品、二つのバイオリンとチェロ、通奏低音のための三世の十二のシンフォニアを発表。1703年には、室内楽のためのビッザリア作品を発表した。1702年を少し過ぎた頃、バイオリニストで作曲家のフランチェスコ・ジェミニアーニが、音楽学者、チャールズ・バーニーに報告したところによると、すでに人気の衰えていたアルカンジェロ・コレデは、 ローマで活動するバレンティーニの成功に苦悩し続け、他方はるかに見劣りするバレンティーニの演奏技術と作曲技法はますます称賛された。この聴衆の思考の変化によりレれリは抑鬱状態に陥りその島で憂鬱が消えることはなかった。1700年代初はじめの数年間において、バレンティーニの作曲活動は大成功を収めた。1705年には、 三曲のオラトリオ、アブサロムのゴーバツ、聖アレクシウス、シエナの聖カタリナを作曲。1706年から1707年までの1年間に3つの、器楽作品、三世の音楽的ファンタジア作品3、室内学のためのイデア作品4、三世の音楽の休暇作品5を出版している。1708年には、詩集、陰律を発表。 ディエゴ・アントーニオ・ディオーダーとコルナバリアに捧げられ、巧妙な、全啓蒙主義者、パオロ・ロッディ、パオロ・アントニオ・ローリーによる序文、およびインフェコンディア・アカデミーとアルカディア・アカデミー、アカデミー・オブ・アルカディアの、赤学所見が、著者に寄せた様々なソネットが添えられている。ここからバレンティーニ自身もインフェコンディの会員であり、1706年に、アルカディアの中心的な音楽カに認められた結果、音楽家、 さらに詩人としての功績をもとにアルカディアアカデミーとも交流を持とうとしたのではないかと推測されている。その審銀はともかく時期は不詳ながらアルカディアアカデミーの劇場ボスコパルダー仕様の学長になっている。1710年、合奏競争曲作品7を完成し、カゼルタコミケランジェロ・カエターニとアンナ・マリーアスト・ロッチに検定。扉にもこの二人に使える。 バイオリン奏者、作曲家と記されている。その頃、アムステルダムのロジェにより、作品1が、銅版釣りで再販されている。バレンティーニは1710年からサンルイージで、フランチェージ教会で、翌年からは、サンジャーコモデ・ッリスパニオーリ教会さん、ジャコモデ・ッリスポーノリーで、定期的に演奏を始めた。はじめは早々バイオリンとして加わったが、後に独奏を受け持ち、 時には作曲をすることもあった。1714年、15年には一幕のオペラ、娘の偽装誘拐と揺るぎない愛が書かれている。前編、バレンティーニによる作曲で、バレンティーニのオペラはこの二つだけである。どちらもチステルナのカゼルタ公の劇場で上演されている。また1714年には、バイオリン、チェロ、チェンバロによる、 室内学のための誘惑作品8を発表、バイオリンの生徒でもあった、ホリーニョコーデツヨデッリ、オノフリに検定している。1715年から1725年にかけ、出版業者ロジェにより、すでに活版印刷で出版されていた、企画曲全曲を再版した。当然のように評判となり、特に、ローマやイタリア以外の地域で人気が上昇した。またバレンティニの曲は、 コレッリ、ベネデット・マルチェット、アントニオ・ビバルディ、フランチェスコ・マリア・ベラチーニ、トマゾ・アルビノーニラ・イタリアの他の有名な作曲家と並んで先週に収められた。ローマでも、おそらく名声は復活したと見られ、1720年に、サンジャー・コモデ・リスパニオーリ教会の副学長に指名され、さらにサンジョバンニ・デ・フィオレンティーニ教会さん、ジョバンニ・デ・フィオリンティーニの学長に任命された。 この教会の学長は修正務めることになった。1724年、アムステルダムのミシェル・シャルル・ルセーヌより、ジューノが思想協奏曲作品級が出版された。バレンティーニの最後の出版作品である。その頃には声楽にも力を入れており、教会カンタータ、オラトリオを特に、ローマの学校コンレージオナザレーノのために書いている。1727年から1750年まで、 サンタマリー・アマッタ・レーナ教会サンタ、マリ・アマッタ・レーナで、また1737年から1752年まで、サンタマリ・アマッチョーレ大聖堂のパオリーナ・礼拝堂で、それぞれ学長を務めていたことがわかっている。上記のように様々な教会で学長として活動していたにもかかわらず、これ以降の音楽作品についてはほとんど知られておらず、この時期に書かれた二世、 または三世のカンタータや宗教作品は失われてしまっている。特に1733年から1753年の島での間の作品について今日までに発見されている文献に記録されているのは1746年と47年にコレージオナザレーノのために書いた二つのカンタータのみである。C.H. バーニー、A.General History of Music 3, ロンドンペイン 1789, P553 のエムタルボット A ライバルオブコレッィ、ザ・バイオリニストコンポーザージュゼッペ・バレンティーニニュービシミストディカーリアニーフィレンツェオルシッキー 1982, P347 における引用。ありがとうございます。